令和3年2月25日、阿蘇市立阿蘇小学校の児童が、阿蘇の草原キッズになろう野焼き編を体験しました。これは、国立阿蘇青少年交流の家が、地元の小学生に草原環境の現状を学ばせることを目的に行っているもので、2月5日には、阿蘇市立一宮小学校が、 マチコが僕屋で野焼きを体験していました。この日の阿蘇小学校の野焼き体験は、国立阿蘇青少年交流の家の野草園周辺で、青少年交流の家スタッフや阿蘇グリーンストックの草原ボランティアらのサポートで行われ、まず、松明の作り方や、火けし棒の使い方を学び、怪我などしないよう心構えをした上で、 僕屋へと向かいました。僕屋では、6年生と5年生の2つのグループに分かれ、自分たちで作った松明で火を放つと、大きく燃え上がる炎に驚きながら、引け脂肪を使って沈下をするなど、阿蘇で行われている野焼きを実際に体験しました。最後に、講師を務めた町子が僕屋組合の市原慶吉組合長が、 危ないよと互いに注意し合っているのが良かった。大人になってまた野焼きに参加して、阿蘇の草原を守ってくれたら嬉しいと話し、さらに児童たちから今回のサポートに対する感謝が伝えられ、この日の野焼き体験を締めくくりました。